というわけで、はい。じゃあ、そんなわけでね、最後の質問に行きたいと思います。はい。はい。チャン卒ライブ相談。母に対するマイマーなくしたい。ということで質問いただいてます。あさぎさん、こんにちは。いつもチャン卒ライブ楽しく拝見しています。以前のライブで、回答いただきました。その説ありがとうございました。で、再びご相談があります。あ、おかげさまで毎日楽しく過ごせていますと。あ、すごいね。うん。はい。ブログ解説のライター業も始められたということでおめでとうございます。はい。で、再びご相談があります。私と母との関係についてです。昨年、息子を出産しました。おめでとうございます。しかし、出産育児に対して母がいちいち口出し、否定したことで、イライラ、モヤモヤする気持ちを抑えきれず、現在は物理的にも精神的にも距離をとっています。具体的には、専門家の育児書を読み漁る、ベビーフード、母乳とミルクの混合育児、ネントレなどについて調べるといった私の行動を見て、そんなことは何の意味もない。育児は辛くて当たり前なんだから、完全母乳で離乳食は全て手作り。不足なのが普通なのよと、いちいち鼻で笑われる。母と義理の母が対面した時に、完全ミルクで子育てした義理の母に対し、母乳育児の方が絶対いいわよね、と自分の正しさを主張。後から私が注意したところ逆ギレされる。しかしここまで書いておきながら、どっかで引っかかっている自分がいます。あさぎさんは以前、親と仲良くなると自分が楽になれるというようなことをおっしゃっていましたよね。その通りだと思います。母のためにではなく、自分のために母親を好きになりたい。母が亡くなるまでに嫌いという感情をなくしたい。母への否定的な思いを消化し、人生もっと楽に生きたいです。あさぎさんの著書を読んだり、ライブ配信を聞いたり、母親との確執について心理学を調べたりした結果、少しイライラは収まったものの、モヤモヤは晴れません。何から手をつけたらいいのかわからなくなり、助言をいただきたくメールしました。ちなみに、母がいちいち私に突っかかってくるのは、おそらく仕事にかこつけて不倫もしていた父親に母は失望し、期待はすべて子供に託したのが原因かと思われます。私の人生こんなはずじゃなかったという裏切られ感を私にぶつけてきていると感じています、という質問をいただいております。はい。母、自分がやったんだから、そのやり方が絶対正しいと思ってるよね。わかるわ。いや、ほんとそうだよね。でも、この質問者さんはね、もうなんか、こう、すごい。偉いって言ったらなんか上からだけど、なんかもう、紳士だよね、めちゃくちゃ。ここで母がムカつきますじゃなくて、ここまで書いておきながら、どこかで引っかかってる自分がいます。は、おや、じゃ、母のためにではなく、自分のために母親を好きになりたい。母への否定的な思いを消化し、人生もっと楽に生きたいですというところに、なんかもうちょっと感動しちゃいましたね。なんか、素晴らしい人間性をお持ちな方がいらっしゃるもんだなと思いましてね。ねえ、すごいその努力家。なんか、紳士だよね、本当に。素晴らしい人間できてる。人間できてると思いました、まず。率直な感想としてね。そう、お母さん無理して頑張ってたんじゃない？孫かわいさでお母さんも力入っちゃってるのもあるかも。そうなんだよね。多分やっぱり、多分こう、あれなんだよね。結構さ、その育児書とかを読んだときに、きっとお母様は、なんだろう、そう、絶対いい人だよね。絶対いい人。向き合い方が本当にまっすぐでもうね、素晴らしい方。私ならうるさいって言っちゃう。逆ギレしないっていうの、素晴らしいですよね。そう。でも多分、そのやっぱ育児書を読むこととかに対して、こう、まあ、被害妄想かもしれないんだけど、多分お母様は自分の育児を否定されたような気持ちに、まあ、なってしまってるんじゃないかなっていう気はね、やっぱりちょっとするよね。ねえ、母親視点から見えて素晴らしいよね、本当に。だから、そうだな、私からの助言って言ったらなんか上からですけど、私が一回、やったのは、母というフィルターを一度外すっていうのが、すごい私にとっては、よかった解決策でしたね。なんかね、私もやっぱり、なんだろうな、こう結構母のことはすごい昔こううまくいかなくて、で、それからでもいろいろ自分と向き合ったりとかして、こう乗り越えたと思ってたんだけど、それでも何度もね、あ、やっぱり乗り越えてなかったみたいな、出来事がね、何回か起こったんですよね。今までにね。メントレしてたら泣かせてかわいそうって言われてめっちゃムカついた。その後すんなり寝る息子を見てすごいねって驚いてたけど。そうね。そう。で、その時に、
なんかね、一回その旅行行った時にすごい喧嘩をして、で、なんでうちのお母さんってああいう言い方しかできないんだろうって、すごい思って、すごいムカついてたことがあって、なんか、まあ何をやったか覚えてないんだけど、なんかこういうこう、なんか、ああ言えばこう言うじゃないけど、そういうことやってすごいムカついてて、で、もう本当にお母さんってって私も最初思ってたんですよね。でも、そこで一個、私がはって気づいたのが、そう、私ってもう結構こういう講座というかね、女性と対話をするっていうことをもう何年もやってきてるわけで、で、講座生とかがもうね、いろいろ、いやでも、とか、いやだってこうじゃないですかとか、なんていうのかな、こう、いろいろ否定するような発言とかをしても、私ってあんまり人に対してムカつくことがなくて、夫とかに対してもそうだし、講座生とか、まあ子供に対してもそうだし、基本ほとんどムカつくことってないんですよ、人に対してね。うん。でも、だからこの世で唯一ムカつく人は、っていうくらい、だなっていうことに自分で気づいて、あ、私って、なんか、自分のね、母以外の人だったら何言われてもほとんどムカつかないのに、それこそ私昔建設業界で働いてて、建設業界のおっちゃんたちってなんつうのかな、キレキャラみたいな人めちゃめちゃ多いから、カンニングの竹山みたいな昔のね、そういきなり、おい、おい、みたいな感じで、なんとか勝手に、あ、どうしました？みたいな、もう普通にさらっとね、なんで、売り言葉に買い言葉とかにあんまりなんないタイプで、なんか常に、あんまり何言われても怒んないのに、唯一なんで母にだけ私は怒っちゃうんだっていうことに気づいたときに、あ、これ私の問題だなっていうふうに気づいたんですよ。うん。母の問題じゃなくて。私が母にだけ、こう、母なのに、なんでそんなこと言ってくるわけ？みたいな、なんだろうな、なんか、母には嫌なこと言われたくない。みたいなのがすごいあったなっていうことに自分で気づいて、うん。だからなんか、あ、なんか私その時にね、あ、私ってこれやっぱ甘えなんだな、きっとっていうことに気づいたんですよ。なんか、母だったら言われなくても、だってお母さんなんだから、なんか、分かって当たり前とか、私のこと理解して当たり前とか、なんか私もね、なんかお母さんにだけは自分も言葉を選ぶようなことがなかったなと。普通の人に対してだったら、お母さん以外だったら、こう言った方がわかるかなとか、本当はこうだけど、そのまま言ったらちょっとあれだから、すごいこう、回りくどく言ったりとかね、オブラートに包んだりとかするんだけど、なんか、母親に対してだけ、そういう努力をね、一切してないっていう自分に気づいたんですよ。で、その時に、あ、やっぱ私ってまだ母に甘えてるんだなと思って、あ、これ私の問題だなと思って、すごい反省したっていうことがあったっていうのはあったよね。そうなのよね。ただのその辺にいるおばちゃんって考えたら、多分、そうそう。だから、こういうね、例えば、育児は辛くて当たり前なのか、完全母乳で離乳食は全て手作り、寝不足なのが普通って、ツイッターで呟いてるおばちゃんがいてもさ、はいはい、ドンマイって思うだけじゃん。なんか、ドンマイみたいな。ドンマイミュートみたいな感じじゃん。だからもう、なんか、母だからこそ、こう、はいはい、ドンマイミュートにならないっていうのは、やっぱね、きっと自分がすごい、こう、なんか、母っていうものを特別になんかもう、なんか、なんつうのかな、完璧であるべきじゃないけど、そういう、なんか、ふうに思っちゃうんじゃないかというふうに思うんですよね。そうそう、いい人すぎて、浅い人にあま、そんなことないでしょ。いや、私、素晴らしいってわけじゃないんだよな。うん。そう、建設会社の稼ぎだけも。そうそう、母ってだけで、なんか、そうそう、素晴らしい人間であるべきっていうね。なんか、全部できて当たり前じゃん、みたいな。だって、じゃないと、今更、こう、全部私は分かってます、みたいな。全知全能の神みたいな顔を今までしてきましたよね、私に、みたいな感じが多分、全然、まあ、そんなつもりないんでしょうけどね、全母は。全知全能の神のふりしてないと思うんだけど、多分、子供から見るとそう見えるんだよね。全知全能の神、みたいな。っていう、そう、母に対するイライラ、母親のくせにそんな姿見せてくんだよって思ってるかも、それって甘えなのか、そう。っていう自分に、そう気づいたときに、結構私はね、楽になったんだよね。なんかまあその辺のおばちゃんだよねっていうふうに、そう思ったら、すごい楽になったから、そうそうそう、神じゃない、中年のおばちゃんだよっていう感じでね、考えてみるっていうのは一個あるだよね。あとやっぱり、私ね、正直このお母さんって、もう質問者さんに認めてほしいんだと思うんですよね。なんか、うん。こう、いや、お母さんの子育てって素晴らしかったよね、みたいな。多分、だからその、育児は辛くて当たり前なんだから完全母乳で離乳食は全て手作り、寝不足なのが普通なのよってやったら、お母さんすごいみたいな。
そうやって大事に育ててくれてありがとうってもなんか思ってなくても、こう一言言ったら、こう、なんか、まあでもあなたも頑張ってると思うわよみたいな感じなんじゃないかなってちょっと思ったりとかね、する。なんか、多分だから勝手にこのね、自分がベビーフードとか使ってることで、こうバカにされたみたいな感じに、ちょっとなっちゃってるのかもしれないなっていう気はするから、うん、まあそうね。もしこの神心というか、自分の心の平安のために、お母さんが言ってほしいであろうことを言ってあげるっていうのも、まあありですよね。そう。ねえ。そんな感じかな。あとはやっぱり、そうだな。本当はその出産育児に対してじゃない話をしたいのかもしれないね。娘さんとね、いろんな話を。でもなんか他にこう話すテーマがないというか、なんか話したいと。なんか話したくて、そのなんか話の一口になるかなと思って、ちょっとその話を持ち出してるっていう可能性もあるんじゃないかなっていう気もしますし、ね。そうそう、お互いね、そうそう、お互いにね、認めてほしいんだよね。なんか母どこって難しいもんだよね。そうね。ロマちゃんもね、お互い。ね、私もね、私もですけど、そう、みんなお互いにね、なんかあるよね、とこっていうのは本当に、めっちゃ厳しかった母が、娘かっこ、孫に超甘々に接してみて、なんかほんましかったな、そうだよね、お母さん、すごい、大切に育ててくれてありがとう、逆にこれ言われたら泣いても、ね、だから、まあ、泣いてまうっていうことは、やっぱりね、こう、嬉しいというかさ、ちょっとね、なんか、結局、なんか、なんでしょうね、すごい。やっぱ自分が子育てしても思うけど、なんか、全母って不安だよね、基本的に。なんかね、それこそ私だってもうすっごいいい歳じゃないですか。もう37だしさ。もうまあまあね、自分の人生を自分で責任取れる歳になってから、もう17年も経ってるから、全然なんか今の自分の人生は自分で決めたって思えてるけど、でもなんかね、日本ってすごい、なんか大人になっても母の育て方とかいう文化あんじゃん、なんか。芸能人のさ、子供が不祥事を起こしたらさ、そのお母さんとかがさ、申し訳ございません。何に対する謝罪だよ、みたいな。息子がお騒がせしてみたいな。いやいや、あなた多分もう関係ないっすよね、みたいな感じなんだけど、なんか結構日本ってそういうところが、なんか未だにあると思っていて、それこそ私もさ、育児のコラムをさ、書いた時にさ、なんかこの人ってどういう育て方をしたんでしょうね、みたいなことをめっちゃなんかバッシングされたりとかしたからさ、いや、関係ないんですけどねって言いたくなるんだけど、でもなんかね、そういうのとかを見るに、なんだろうな、結構娘とかね、息子とかがいくつになっても、なんか自分の育て方が悪かったんじゃないかって、親って一生思い続けるもんなのかなってちょっと思ったりするんですよね。だってそれこそ、なんだろう、結構私も人生相談とか乗ることが多いじゃないですか。そしたら、結構まあ、要はいい年のね、方が、その、だいぶいい年の息子とか娘について悩み相談とかしてるところにね、こう、なんつうの、これを見たりするわけですよ。いや、待って、80歳のお母さんが60歳の息子について悩むと。みたいな。だから、多分ね、その、未だに、その、なんだろう、この質問者さんの人生について、こう、不安なところがあるんじゃないかと、私は本当にこれで良かったのか。で、その、なんか自分の不安な感情を、こう、逆なでされるというか、違うよって言われた気分になっちゃうんじゃないかなっていう気もするから、まあそういうところもね、加味してみ たら、そう、いいんじゃないかなってね、思いますけどね。そうそうそう。自分が母になったけどね、もう本当になんか、小学生からあんまり変わってないよね。そうそう、脳内中学生のままだから本当に。そう、アラフォーってもっとね、全部できると思ってたらね、全然違ったっていう、そうそうそう、プレッシャーあるよね、本当に。そう、母世代本当に大変だったと思う、本当。
そう、私も母のせいにね、散々しまくってきたからね。え、私のおかげ？そんなことないよ。よっしん、自分自身のおかげだよ。何この茶番みたい。いや、本気ですよ、本気ですよ。うん、そう、うん。宿題やりなさい。母っぽくしてる自分って嘘くさい。そうなんだね。そう、本当にね、親まで叩かれがちなんだけど、もう本当にそんなことないと思うので、うん。ね、中学生同士だよね。70歳過ぎても脳内中学生、間違いない、本当に。うん。本当にね、昔イメージしてた大人になる人なんて来ないね、マジで。うん。はい。うん。というわけで、こんな感じでね、今日の相談も終了させていただけたらと思います。はい。今日もね、100名近くの方見ていただいてありがとうございました。はい。